阿久根新港の沖合2キロにある阿久根大島は周囲4キロの島です。船から降りると出迎えるのは野生の鹿、およそ120頭います。島の管理員磯畑慶三さんによりますと、先月中旬3頭の子鹿が生まれ愛嬌を振りまいているそうです。一方、黒松の林ではトビの幼鳥が巣立ちの時期を迎えていました。夜は満天の星空、夕方になると夕日が東シナ海に静かに吸い込まれるように沈んでいきます。ぜひ阿久根大島に遊びに来てください。なお、海水浴場は今度の土曜日5日に海開きを迎えます。撮影は阿久根市の MBC ふるさと特派員赤木新一さんでした。